よー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 ラッパーみたいにしたいです。燃え袖にしてたせいで指パッチンができませんでした。でもそんなことはどうでもいいよ。そんなことは本当にどうでもいい。最近流行ってるじゃないですか。もう流行っちゃダメなんだよあれは。もう寿司屋の醤油を流るのは何なんだ。バカなのか本当に。バカだからあんな晒し上げられてんだけどな。いや本当に上がるよあれ。マジで汚え汚えよ。行きたくないじゃん。もうそうなってくると行きたくないっていう人が続出したから株価がバカみたいに下がってんだろ。わかるよ。ああいうのが面白いっていう時期が若者にはあるっていうのはわかるんですよ。僕にも、僕も若者なんですけど。僕はやったことないですよ。僕はやったことないけど、バカみたいなのが面白いっていう時期はありました。人に迷惑はかけちゃいかんよ。まあ僕も飲食店従業員の端くれではあるんですよ。自分の店であれをやらせたら、マジで、もう出禁とかじゃないよね。そんな、もうそんな生ぬるいことじゃないよね。こうだよ。業務意欲なんとか罪みたいなのだよね。もう確かね。10代でしょ。ああいうことをやってるバカたちは。10代だから、まあ結局、ニュースとかでもモザイクかけられますし、捕まっても少年が捕まりましたっていう報道をされるわけなんですけども、まあツイッターでまあ晒し上げられてますね。うん、もう完全になんて言うんでしょう、住所、学校、名前全部バレちゃってますよね。これから先そういうバカみたいなことをする人がいないように、今回ねこういう動画をね撮るべきだなと。僕の影響力なんてね、もうこんな歩かない、こんぐらいが歩かないかぐらいよ。もうミス京介はダメージを与えられない、みたいなもんよ。はじめ社長とか、ひかるさんとかがね、パトロールやってるじゃないですか。まあ、僕もできたらいいんですけどね。まあそんな時間はないんですよ。まあ身をもって見せつけたいと思います、僕は。いろんな形があっていいと思う。そういう予防線を張るということに関しては。いや、俺のだし、俺が買って俺しか使わんからいいや、別に。いや、ちょっと、どっち剥がします。で、これ、よく見るやつですよね。よく見る、ポン酢ですよ。まあ、これ僕しか使えません、この調味料。僕が僕のお金で買って、僕しか使えません。もう今後誰かがこの家に来たとしても、このポン酢だけは使わせません。安心して見てくださいね。僕のなの。それじゃあ、行きますよ。行きますよ。はんま。はん、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 あなた方は人のものでやってます。キモいよ。キモいぜ。マジでキモいよ。知ってる？キモいよ。うん、あ、はい、キモい。はい、キモい。ナイスキモい。お前らがやってることはこういうこと、キモいこと。うん、お前らがやってることは面白いことじゃありません。キモいことです。絶対にしないでください。こういうことをすることによって16億円ですか、そのぐらい株価が落ちたんでしたっけね。それよりも重いことあるんですよ、お前らがやっている。ふーん、ばっ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 ば
起きることの中で16億円株価が下がりました。そんなことはもうどうでもいい。人殺してるのと一緒だぜ。もうこれいちいちやるのめんどくさい。ふーんが起きました。動画が拡散されます。その店が特定されました。その店に誰も行かなくなります。客足が遠のきます。店の売り上げ下がります。従業員がお金を稼げなくなります。路頭に迷います。はい、死んだ。お金稼げなくて飯も食えなくなって人死んだ。はい、人死んだ。こういうことだよ。やってることはこういうことです。本当にいかんぜ。絶対すんな。人を殺してるのと一緒だと思え。もう全国の飲食店従業員を代表してお願いします。もうやめろとかじゃなくて、もうそんなことすんなとかじゃなくて、もうお願いします、すんな。僕も生きていけなくなっちゃうから、そういうことすると。うちの店でそういうことをやってしまうと僕が生きていけません。店が閉まることになりました。はい、僕もう無職。はい、無職。はい、俺死んだ。はい、無職になって俺死んだ。そう考えるとだいぶ重いことに感じませんか。結構ポップに表現しましたけども、重いことだと思いませんか。親に迷惑かけるとかじゃない、もう人殺しちゃうんだ。間接的に人殺しちゃってるからね。もうお願いします、すんな。ということで、今日の動画はですね、まあ注意喚起と言いますか、もうお願いでした。まあね、僕のこの動画で少しでも、バカがね減ることを願って、今日の動画は終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、さようなら。はい、さようなら。はい、これは僕のだから、僕しか使いませんから安心してください。あー。